だから金ちゃんは死ぬ、だからいつも言ってるやん、金梅はバカやって。せっかく治療法見つけてくれたさ、病院を退院してな、あいつらもう金やねん、命より金を選んだだけやねん。死んだら金なんか使われへんやん。配信生活は金ない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 。だから自主退院、自主退院要望書やな。飲んでへん、まだ。死ぬよ、来週土曜日ぐらい、土曜日ぐらいまでまた痛い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 って救急車乗っていかなあかんわんな。アホやろ。そう、もう無理やと思う、死ぬと思う。うん、わがまま言いすぎ。そんな200万も稼げるわけないやん、5日間で。そやな、5日間で15万ぐらいちゃう。うん、もう次救急車呼んだ時はもう手遅れになると思う。もう痛い、次痛いのは手遅れやで、金梅。うん、歩くのもヒーヒーハーハー言ってさ、あの顔色、あの目、あの手いっぱいも変色してる。まあ、っていうかな、もう医者もあかんやろって思ってんやろな。あ、腹水抜いたら抜くだけ悪くなるだけ。うん、だから俺はもうあんまり言わん、もう直せとかも言わん。うん、自分の生き方で全うして、ちゃんまんのとこ行きゃええって思うよ。ちゃんまんと仲良い人入れってなるわ、 100%。 当たり前やん、そんなもんな。いつも言ってる町医者なんてさ、早抜いて早帰らしたいから、なんぼでも抜くだけやん、言われたまんま。で、金儲けできるんやから。それだけのことやん。でも今回入院したところは、計画を立てて、ね、計画を立てて、で、少しずつ抜きながら、たまらないようにしよう思って。うん。プルポンチありがとう、KP。うん。だから来週の土曜日までにまた痛いって言い出す。で、再来週ぐらいに救急車また自分で呼ぶ。そう。腹水抜きすぎて寝た気になったやろ。そう。え、緊急発表はな。ちょっと待って、もうちょい人集まったら言うわ。予算方式にさせ、うん、焼肉 100% なったら言うわ。退院する、配信したいんやろうな。うん、配信したいんやろうな。そういうことで、まあ、配信だけしたってさ、うん、ね、配信だけしたって、何もならんと思う。だん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 人は見放していく。投げ銭も減る。うん。え、わしらにアンケートって。で、決めさせようとか、答えられへんかったわとか、わしらが医者より上の判断できる。そうやろ、できるわけないやん、そんなもん。まず無理。病院がもう分かりきってることをな、こいつはこういう治療法せんかったら、もう早い早いで、危ないよ、死ぬよって言って、ようやく治療法を治療するためのその計画を出したわけやん。ね、計画を出したんよ。うん。カートって、そう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 。
腹水も溜まってる、相当やばいよ。だから俺は言ってね、家帰ったら死ぬでって。家帰って今まで通りしてたら、酒飲もうが飯食おうが寝てようが、もう体が腐っていってんの。あいつ炎症を起こして、体全身炎症を起こして。だからな、あの動物病院でもな、せめてアミノレバンとかな、炎症を抑え込む薬、俺が飲んでるような、まあ動物病院じゃ無理か、大学病院しか出してくれへんか。いや疑心暗鬼じゃないね、ただ単に配信したいだけやね。でコイン投げて、あのお茶箱投げてほしいだけやね。30分ほどしたら50個ぐらい、5万円ぐらい稼げるやんな。5万円分ぐらい投げてもらえるやん。そう、まさにその通りやね。だから買えんのよ。